マルベーリャは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ。19世紀のスペインにおいて、製鉄業の先駆者となった都市でもある。マルベーリャという名は、アラビア語のマービルらから派生したとされる。しかし最近の言語研究によれば、地名は、かつてのイベリア人の地名に由来するとされる。マルベーリャは、地中海のコスタデルソルに面しており、マルベージャ港を要する上に、 砂浜海岸もある。一方で、マルベイリアの背後には、ペニベティカ山海や、シエラブランカ山脈が迫る場所でもある。時に、標高の高い山脈の峰々は、一両日中で溶けてしまう雪で覆われる。旧石器時代から新石器時代にかけ、マルベイリア一帯にはすでに人が定住していた。ローマ時代には、サルドゥバと呼ばれた。 イスラム教徒の占領時代の10世紀、マルベイラには、城が建てられ、これは後に都市を守る防壁となった。1485年6月11日、マルベイラはレコンキスタによって、スペインの支配下に入った。スペイン継承戦争中の1705年3月21日には、イングランド海軍と、スペイン海軍が衝突する、マルベラの海戦が起こった。また、 19世紀初頭に、オヘン鉱山の鉄と山脈の材木等を利用する、航路がマルベイリアにでき、製鉄業が、盛んになった。スペイン第二共和制時代、マルベイリアは重要な社会の変換を経験した。その後のスペイン内戦やフランコ独裁体制による、抑圧で、政治的、社会的流動化が抑えつけられた。 第二次世界大戦後、イヴァン・レイコー、リカルド・ソリアーノが、自分の裕福で有名な友人たちに、マルベーリャを宣伝した。その中には、ホーエン・ロー・エランゲンブルク・コーシマクシミリアンもいた。イヴァン・レイコーは、マルベーリャとサン・ペドロの間に不動産を購入し、ベンタイ・アルベルゲス・エルロデオという複合施設のある、ホテルを建てた。これが、マルベーリャ観光の幕開けとなった。 1990年代には、購買力の高い観光客や短期滞在者を目当てにした建設業を基盤として産業の拡大と成長を続けた。ありがとうございます。